さあいよいよですね金曜日、この鈴鹿サーキットにやって,もらいやってまいりましたピエール北川でございますけれども、皆さんお待ちかねのスーパー GT ラウンド6、このですね鈴鹿で行われます450キロレース、決勝日がですね2日後ということで、明日予選があるわけなんですけれども、まあ、僕なりに今回のですね、まあ、見どころをちょっと皆さんにお伝えしようかなと思います。さあ GT300 なんですけれどもこちら 前回ね、ねちょっと本当に私もうあの心がキュンとなってもうちょっと痛かったな、もうねこのまま優勝いくかなと思ってて久しぶりに表彰台のてっぺんかなと思ったらまさかのねトラブルが出てしまってまあ,あのちょっと谷口選手もね片岡選手も本当に残念だ、まあ、リタイアになってしまったんですけど今回もね ちょっと僕は期待したい、まあ、ただ、ちょっとねいろいろ、あのー、300の場合はねそのラウンドごとに BOP っていうね、まあ、そのバランスオブパフォーマンスいろいろなですね、えーまあ、性能調整っていうところもあるんで富士よりはちょっとパワー的には AMG は少しきついかも分かりませんけどももまあねでも前回の悔しさという意味ではいい仕事する2人ですからなんとかうまくまとめてほしいなというところでは優勝争いに加わってほしいと思います。でででおお隣隣すよお隣ちょょっっといいカメラさん50ってあるでしょ ピエール北川52歳、ね、えー、それから BMW の M 社は50歳ということで、ね、私の方が2歳年上、まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、あの今シーズンはですね、BMW の新型のこの M4GT3 という車が大活躍をしているスーパー GT でございます。前回の、ね、鈴鹿、まあ、300キロのレースだったんですけれども、BMW がなんと M4GT3 初優勝飾りましたですね。 あれはすすごかったですね、まあ、ミシュランのタイヤとそれから BMW の組み合わせというのは、まあ、シーズン開幕前から、ね、いろいろ注目を集めてましたが早くもこんなに優勝がですねやってくるのが早かったのかということでは第3戦もそうなんですが今回は実は、ちょっとねこの BMW 侮れない前回、実はですね、あのー、チームのまあエース級のアウグスト・ファルハス選手、ね、BMW のファクトリードライバーが実はドイツのニュルブルクリンク24時間のレースに出場するということで鈴鹿出てないんですよ。 でアラ選手と近藤翼選手で優勝しているということなんですが、今回はアウグスト・ファルハス選手がもう現地に入っております。さっきね、ちょっと私も挨拶しましたよ。えー、まあ日本語ですけどね。<laughs> えー、ということで、あのー、まあ彼とですね、ちょっとあのー、まあ言葉を少し交わしたんですけれども、まあ本当にあのー、楽しみにしているというような感じでしたので、まあチームとしてはさらにパワーアップした感じで450キロ、まあ盤石の体勢で、まあ鈴鹿2回目の優勝を狙っているということでございます。 であとはやっぱりね、鈴鹿といえば忘れちゃいけないのは、前回の富士でもそうですけれども、BRZ、ザ・コーナリングマシンでございます。まあ、このね、今回はかなりウェイト的には、サクセスウェイトも積んではいますが、ザ・コーナリングマシンですから、まあ、そのあたりはやっぱりね、鈴鹿ならではのやっぱり BRZ の軽快なフットワーク、まあ、こういったところはね、鈴鹿のファンの皆さんはコースサイドでしっかり BRZ のね、動きっていうのは見れると思いますから、まあ、ちょうどいいところに、ちょっと今ね、このメインとなりそうな3台がいるでしょ。 BRZ、まあ、BR Z 前回優勝しましたで、その前に優勝を飾っている、ね、鈴鹿で優勝を飾っている BMW、そして前回、悔しい思いをしましたけれども、ベテランの2人がいい仕事をするということで、え今回の GT300 この3チーム、ちょっと抑えといた方がいいんじゃないですかっていうプレビューでございました。ということで、ピエール北川的 GT300 プレビューでした。